最強、かわいい EV 登場。どうも、こたたです。最強レイドに、かわいい EV ちゃんが登場。今回は、ソロでも割と簡単に倒せるようなので、頑張っていきましょう。最強レイド、かわいい EV 登場。ほんで、どのポケモン使うんや？今回は、以前レイド用に作った、このヨザルを使います。性格いじっぱり、テラスタイプ格闘、持ち物はメトロノーム。技はこの4つですが、ドレインパンチと気合ダメがあれば十分です。特性は魔剣気、努力値は攻撃と防御に振りました。魔剣気で能力下げる技対策、ドレインパンチは、PP 値を増やしておきましょう。では、ポケポータルの不思議な贈り物で、最新の状態にして、EV を倒しに行きましょう。お、あったあった、最強の EV さん、オスオス。EV は、初手でバリアー張ってきますので、もうガンガン攻めていきましょう。バトルしようぜ！ほんで立ち回りですが、気合ダメして、あとはひたすらドレインパンチです。よっしゃ、これでとどめや。やったれー、ドレインパンチー。よっしゃ、EV を倒せました。早速捕まえて、報酬を見ましょう。はい、EV ゲットで、大丈夫。報酬はこんな感じ、初回は特性パッチ確定、進化の石もあるのはありがたいですね。ほんでもって、捕まえた EV ちゃんは、性別メス、レベル100、ノーマルテラス。覚えている技はこの4つ、特性は危険予知。もちろん最強の証持ちです。ちなみに EV はご存知の通り、進化先がいっぱいありますが、最強の証持ち EV をゲットできるのは、1データにつき1匹だけです。なに？しかし、最強レイドと同時に、EV 大量発生イベントも開催していて、こちらも珍しい証持ち EV が出やすいので、ぜひ捕まえに行きましょう。てなわけで今回はここまで、あ、チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。それでは、みんなもポケモンゲットじゃぞ！頼んます、頼んます、チャンネル登録よろしくです。